始まってるのか。あ、始まった始まった。はいはいはい、どうも、よいしょ。はい、ということで急にね告知をして見れないという方もいるかもしれませんけども、 YouTube の方で急遽ねこの配信のライブをさせていただきます。今見てますよ、コメント。ありがとうございます。ここね、いつも僕がサーフィンやらせてもらっているところでですね、今日も朝ちょっとサクサクっとやらないといけないことを終えて、さっきギリギリまでサーフィンしてました。こいつで。ちょっと久しぶりやったんで、ダメダメでしたけども。もうちょっとしたらもしかしたらサンセットをね、綺麗に見えるんじゃないかなと思いますけども。いい波でしたよ今日は。はいはいはい。学校でしたか。学校からなんか急いで帰ってきてくれたみたいですね。はい、ということで、ですね、今日のこの配信の、生配信、まあライブといいますか、この目的としてはですね、ビューティフルサンセットアルバム、アップ&ダウンに収録されておりますビューティフルサンセットという楽曲の歌詞を書かせていただいたんですけども、自分の中でこうその曲に対してすごくイメージがあったので、ぜひリリックビデオを作らせていただきたいということで、リリックビデオも制作させていただきました。で、今日はそちらの方も配信ということなので、せっかくであればね、ちょっと歌ったりしてみてとかだといいかなと思ったので、急遽やらせていただきます。ミルクティーいただいてます。水ね、冷たくないんですよ意外と。海パンと、さっきもこれ海パンなんですけど、そのままなんですけど、海パンとタッパーって言って、まあ、長袖の水こう弾くじゃないですけど、そういうやつ着て、それで全然いけますよ。海綺麗でしたよ。この後歌いますからね。はい、というのもね、まあこのコロナ禍でね、なかなかこうサーフィンとかもね伸び伸びできなかったですし、ちょっと皆さんもね、夏なのにあんまり夏らしいことできなかったと思いますので、まあ、少しでもまあ今まで通りなのかな、これがかもしれないですけど、そういうのをねぜひ楽しんでもらえたらっていうのと、あとはやっぱりなんか育った場所によっては、僕地元の兵庫とかだとあんまりこう近くにサーフィンできるような場所がなかったんで、海を見る機会っていうのはそんなに多くなかったんですけどね、そういう方々にも、まあ、こう自然の良さだったりとか、僕が普段こう時間がある時に行っている、まあこのライフスタイルみたいなのをね体験してもらえたらなと、疑似体験してもらえたらなということで、今回は海辺から生配信をさせていただいております。合成に見えるって、合成に見えるぐらい綺麗ってことか。あー、出てきましたね。ちょっと先より雲が増えてきたけど、でも雲増えたらね意外と綺麗にサンセットバチッと決まったりするから、あーシュールですね、自転車の方とかね。全然寒くないんですよ、それが。
そしてね、まあ、ビューティフルサンセットという曲は、まあ、かれこれどれぐらい経つんだろうな、サーフィンを始めて2年半とかぐらいになるんですかね。まあそんな毎日できるわけじゃないんで、全然ね、すぐ上達はしないですけど、あのかれこれそれぐらいやってますかね。2年半ぐらいやらせてもらってますけど、あの朝入る時もあればね、仕事前にこう海に行く時もあれば、まあ、1日休みで1日中海にいる日もあれば、仕事が終わって夕方ちょっとだけ入れるっていうので入ったりする時とかもあるんですけど、やっぱりあの時間帯によってね、全然こう、まあ、海の表情も違いますけども、もちろんあのその場所のこうロケーションというか、いる人たちもね、ごっそり雰囲気が変わるんですね。で、まあ、あの今日はまあ千葉の方にいますけど、あの湘南だったりとかすると学生の子とかがね、夕方あのすごい多かったりとか、あとカップルとかね多くて、なんかこう見てるとほっこりするんですよね。あのビーチに一生懸命こう iPhone を立てて、あの一生懸命なんかジャンプして写真撮ろうとしてるのとか、なんかエモい、ね、動画を作ってるのか、そういうの一生懸命やってる姿とか、カップルでね楽しそうに和気あいあいとしてるのとか見てると、なんかすごい素敵やなと思ったんで、まあ、一種のまあ憧れみたいなところもありますけど、なんかそういうのを書いてみようと思って、あのできたのが Beautiful Sunset という曲ですね。はい、なのでぜひたくさんの方に聴いていただけたらなと思っております。でですね、この配信の後に TikTok の方で、あのメンバーの中塚優太ターボーが、あの簡単な振り付けを作ってくれまして、ビューティフルサンセットのサビ部分を、あの TikTok の方でビューティフルサンセットなんで BS チャレンジみたいな感じで上げさせてもらうんで、すごい簡単な、あのもう座ってできる振り付けなんで、ぜひあの踊ってね、 TikTok とかもどんどん皆さんで楽しんでみてください。はい、この時間やと結構あれなのかな、バイト終わりとかなのかな、コメント見てると結構ギリギリ見れましたみたいなの多いですね。いや、日焼けしましたよ今日。めっちゃ日差し出てたから、さっきサーフィンしてた時。ちょっと雲多いな。こんな感じで、まあ、あのサーフィンした後はね、結構友達とか仲間内でもサンセット見ながらゆっくりすることが多いですかね。いい意味でこうジェネレーションズという看板を下ろせるんですよね、やっぱ海の中にいると。あのやっぱりみんなこう対等なので、自分がねどういう立場であろうと、みんな波に乗るためにこう一生懸命なので、サーフィンをするときはもう一人のもう波乗り少年として一生懸命頑張ってる感じなんでね、それが好きなんですよね。そのなんかオフする感じが、ちょっと久しぶりに来れたんで今日めちゃくちゃ気持ちよかったですわ。あ、殿と我が連れてきたらよかったな。すごい、カナダから見てくださってるんですね、ありがとうございます。留学ですかね。綺麗ですね、海が。雲がね多かった方が意外とサンセット綺麗やったりするんですよ。
海入った後ね眠くなりますよ、ものすごく。チャリ爆走して帰ってきましたって、ありがとうございます。まだしばらくはね多分海パンできると思うけどな、まだ10月中旬ぐらいまでできるんじゃないかな、外があったかかったらいけると思いますけど。いつも この場所からこうこんな風に波を見てあれするんですよ、いけるかどうか。こうやって双眼鏡でこうやって水着ギャルがいないか探すんですよ、こうやって。これがいつものルーティンでございますわ。ちょっとでもやっぱ夕方になってくると涼しいな。いいね、サンセットサーフ。そしてリリックビデオの方ですけども、まあ、この後ね公開になりますけど、そうですね、すごくいい仕上がりに満足しております。出演してくれたのはもう仲間内ばっかりで、で監督もジェネのね作品も何個か撮ってくれてる原監督なんですけど、原監督もサーフィンする方なんで一緒に海入ったりとかしましたね。やっぱりサーフィン好きな方だったんで、こういうのをこう撮りたいですとかこういう感じですって伝えると多分イメージが似てるのか、すごい早くて撮影もすごいなんか遊びの延長で撮ってるじゃないですけど、そんな感じで撮れました。まあ歌詞のストーリーにね沿った内容になってる部分もあったりとかするんで、そこはもしかしたらちょっとキュンとしてもらえるかもしれません、はい、楽しみにしててください。もうすぐなんでね。どういう反応になるかちょっと楽しみやな。また配信になったら書いてくださいね、コメントに感想を。見るようにするんで、うんうんうん、ありがとうございます。もうなんかいろんなとこから見ていただいてるみたいで、これやっぱ時々こう後ろをこう散歩される方が映り込むあたりもリアルで良くないですか。のんびりしてて、うんうん、リリックビデオまず出ます、で TikTok で BS チャレンジ、ビューティフルサンセットチャレンジ、なんかね簡単ですよ。飾らないで気負わないでありのままでいいんじゃない、身を任して波に乗って、あの感覚みたいにほら寝て笑い合って、いつものようにキスしちゃって、君が思うよりも楽だろう。こんな感じ、確かこんな感じでした。ほら寝、あ、これ待って、これか、ほら寝て笑い、え、ね、笑い、
ないで気負わないでありのままでいいんじゃない、あ、身を任して波に乗っていくだ、あの感覚みたいにほら寝て、ああいつものようにキスしちゃって君が思うよりも楽だろう。こんな感じなので簡単です。ぜひ踊ってみてください。ゆうたくんが考えてくれました。ありがとうターボ。この間どこやったっけな、広島、違うわ、名古屋の大阪のホテルかなんかやったかな、イベントのイベント終わり夜ターボの部屋行って、で振り付けあるから部屋来てって言われたからね、部屋で教えてもらいましたよ。ありがたいね、いつも素敵な振り付け作ってくれて。うん、はい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 、これね、まあ、今日も今日でこうね、ビューティフルサンセットのことでしたけど、まだちょっといろいろねあるから、ちょっと楽しみにしといてほしいですね。溜まってますわ、こうお届けするエンターテインメントが、楽しみにしててください。これサーフボード私物ですよ、もちろん私物です。どうやろうな、メンバー見てくれてんのかな。 TikTok で踊ったらもちろん見ますよ。ターボーも喜んで見ると思いますわ。指パッチンは別に鳴らさなくていいですからね、ダンスこう踊るとき。今日の波良かったですよ。あれちょっと暗いじゃん、雲増えたな、だいぶ。まあまあまあ、毎日見れるってわけじゃないところがまた魅力の一つですよ。毎日こうね、約束されてないところがいいんすよね。だからこう綺麗に決まった時がなおさら嬉しいっていうね。毎日毎日綺麗なサンセットやったら、もしかしたらあー今日綺麗やわってこう思えないかもしれない、ビューティフルサンセットやって思えないかもしれないですからね。こういう時もあるから綺麗な時ビューティフルサンセットに感じるんですね、きっとね。明日ぐらいからかちょっと天気崩れるの、タイミング良かったな今日。じゃあお、でっかいトラック来た、でっかいトラック来ちゃった。なんか受験シーズンなんかな、テスト、え、だって何のテストや、普通にテストか。すごい映ってます、あれがっつり映ってます。あー、ちょっとずらしてもらわないといい感じでしょ、こういうの。あー、がっつり映ってるやん、がっちり。え、あ、すいません、あ、サインですか。多分まあそのサイズやったらうちやと、うちというかこっちやと思いますけど、はい。ちょっと今生配信をしてましてすいませんお疲れ様です大変やな、あんなでっかい荷物運んでし。すごい、あ、すごいね、業者さん、ありがとうございます。それだけですかね、荷物は。あ、本当ですか、すいません。こんな感じでやらせていただいております。
こういうのはもう想定内ですからね、やっぱり特に焦ることもなく、こっからまたいろいろ運ぶんかな、大変やな。12月とかでもサーフィンしますよ、もちろんやりますよ。あ、どうもお疲れ様でした。ちょっと波サイズダウンしてきましたね。朝一とかがすごかった。ちょっとこの雲抜けてほしいな。あーでも、あー、いい感じかもしれへんな、これもしかしたら。よいしょ。なんか言い忘れてることないかな。もう結構予定を抑えてますよね。うん。よし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 。今日はまあオフっていうか、まあオフではないか、これがあるからな。はい。え？ああ。そしたらね、まあちょっとあんまりダラダラやってもあれですから。これだってライブし、ライブスペシャルライブ配信、なんかライブ的な感じで言ってるもんね。ちょっとのんびり歌いますわ。歌っていいですかね。よし、ゆっくりショット。あ、はい、うんうん、ああ、はい。じゃあ、まああの今日は残念ながらビューティフルサンセットではございませんけども、あのまたね、皆さんもいつかビューティフルサンセットを目にする日がね、来ますようにと願いを込めて歌わせていただきます。それでは聴いてください、ビューティフルサンセット。無邪気に笑う君がそこにいたかと思ったら、急に伏せた顔をしてそっぽ向くところとか、なんだかんだ愛しい君の僕しか知らない顔で独り占めした気分になったりして、お互いのいいとこダメなとこは言い出せばキリがなくなるけど、結局いつも二人求め合う No way だった僕にとって、君がいてくれるそれだけで幸せさ。飾らないで気はないで、ありのままでいいんじゃない、身を任して波に乗って、あの感覚みたいにほら寝て笑い合って、いつものようにキスしちゃって、君が思うよりも楽だろう。 Beautiful Sunset なんて美しいのだろう。 Beautiful Sunset 赤く染まるこの空を。 Beautiful Sunset 遠く離れた場所でも。 Beautiful Sunset と二人見られたら、おなじみの渋滞でも君の横顔見れば贅沢に思えるのさ、相変わらず第一三四お決まりのデートコース、ミルクティー片手に少しブレイクタイム、君の機嫌なんとなく探ったりして、お互いがいい時ダメな時が続いても、メロウな風感じに、
結局いつも二人あの海へ No wave だって構わないんだ君が笑顔になれるなら永遠に飾らないで気負わないでありのままでいいんじゃない身を任して波に乗ってくあの感覚みたいにほら寝て笑い合っていつものようにキスしちゃって君が思うよりも楽だろないで気負わないでありのままでいいんじゃない身を任して波に乗ってあの感覚みたいにほら寝て笑い合っていつものようにキスしちゃって君が思うよりも楽だろう Beautiful sunset なんて美しいのだろう Beautiful sunset赤く染まるこの空を Beautiful sunset 遠く離れた場所でも Beautiful sunset 君と二人見られたらはい、ということでこの後、リリックビデオ配信になりますのでぜひこのままお待ちいただければと思います。かなり緩い配信でしたが今日はありがとうございました。